2990円で買える嘘みたいなスニーカーですね。軽いね、やっぱり。笑っちゃうほど軽いわ。もうこの夏一番履いてるスニーカー、どれだと思いますか？正解はですね、どうも皆さんこんにちは、ゲンジです。本日は、ゲンジが持ってるスニーカー全部紹介！よいしょ。皆さん突然ですが、スニーカー好きですか？まあほとんどの方が好きですし、スニーカーが嫌いなっていう方はですね、ほとんどいないかと思います。スニーカー、例えば、今僕こちら GU のパンツ履いてるんですけども、こちらの GU のパンツ、単体でも見て楽しめるんですが、合わせ方によって全然こう表情が変わる。着こなしでの評価になってくると思うんですが、スニーカーって、例えばアイテム一つで完成されて、組み合わせ投稿の前に、このスニーカーがかっこよかったら欲しくなってくるんですね。皆さんと共有しても楽しいし、っていうところで、まあ非常に、なんか一個買ったら満足ではなく、次々と買ってしまうのがスニーカーの魅力なんですよ。で、そうした時に僕がですね、気づいたらですね、ここに並んであるスニーカー37足ございます。で、さらにサマリーポケットにもスニーカーを預けているということで、めちゃくちゃスニーカー買ってるんですね。ですので今日は、特に夏とかは革靴ではなくスニーカーを履く方も多いと思いますので、今日は僕が持っているスニーカーを皆さんにご紹介したいと思います。では早速、行ってみよう！はい、ということで本日はスニーカー紹介37足あって1つあたり1分でご紹介しても40分近い動画になってしまうので、特にお気に入りなものだったりとか、あとはどのブランドのスニーカーを買うことが多いのかなどを総合的にですね、皆さんにご紹介したいと思います。こちらに並んでる靴が、まあ主に僕が好きなスニーカーですね。で、ちょっとね、スニーカーっぽい革靴も今しまってるんですが、後ほどご紹介します。で、他でですね、見てわかる通りですね、僕は基本的にもうブラックもしくは白という非常に使いやすいカラーで購入する傾向が多いです。で、白と黒のスニーカーではなくて、もうこれでグレーかかったスニーカーもちょいちょい買いますね。だいたいこう右上にナイキのスニーカーをまとめました。で、手前側にコンバースのね、スニーカーを並べました。その他、まあフィラーだったりとか、まあリーボック、無印良品のスニーカーに、まあインポートのアクネのね、スニーカーとか、アリクスの、あんまり言いたくないんですけど、これのね、スニーカーから学んだ良くない点とかもあるので、まあ、ざっくりと全体像はこんな感じでございます。マリニのスニーカーもね、すごい好きですね。バカ盛り。このですね、スニーカーの中で一番身長が盛れるのはこのマリニのスニーカーなんですね。はい。ということで早速ご紹介していくんですが、まあ、前置きとして、僕はですね、すごいスニーカー好きの方からしてみれば、言葉がね、浅く、お叱りをね、受けてしまうかもしれませんが、もう好きという気持ちだけで貫いてご紹介したいと思います。まあ、スニーカー好きにね、そういった悪い方はいないということを、信じております。ということで、あんまりルールを設けず、自由にご紹介していきたいんですが、僕がほぼ最近、もうこの夏一番履いてるスニーカー、どれだと思いますか？そう。正解はですね、じゃらん、ニューバランスの990 V5 と、六本木のミッドタウンのニューバランスのお店で買った992のブラックでございます。めちゃくちゃいい。この2つをですね、基本的には履いてますね。何より楽だし、あとは僕結構大半母趾で足の幅が広いので、わりかしこう、履いてて楽チンなんですよね。あとはわりかし今他の動画でもご紹介したことはあるんだけども、白のパンツとか、あとグレーのパンツ履くことが多いので、それらのパンツに非常に相性がいい。あとは夏だからこそ全身ブラックのコーディネートをやるんですが、そこに革靴とか合わせると振り切ったコーディネートになっちゃうので、私の部分でこちらの99に履いています。で、僕最近サードチャンネルでもご紹介したんですが、もう僕スティーブ・ジョブズさんがね、すごく影響を受けていて、彼の服装は常に1日にできる意思決定の限界量っていうのを把握しているので、1年中履く靴っていうのを決めていたらしいんですね。で、そんな時に履いていたのがこの992なんですよ。いいところからも非常に好きなスニーカーでございます。ぜひですね、ニューバランスを紹介した動画が過去にアップされてますので、ぜひそちらご覧になってみてください。で、まあグレーとブラックのね、比較で申し訳ないんだけども、気持ちね、どのような違いがあるかっていうと、若干992の方がちょっとクラシカルなってなっていて、どちらかと990の方はハイテク感といいますか、近代のスニーカーの表層ってすごく詰め込まれていて、まあこの N の形とかもね、細い N なんですが、気持ちこちらの992に関しては太く小さくなっています。で、今目に入ったし、さっきちょうどちょろっとご紹介したのでご紹介するとですね、こちらですね、ファーフェッチで購入したんですけども、アリクスの革靴とも言えるかのようなスニーカーなんですが、こちらがですね、実際にね、アイテムを見て履いてから買えばよかったかなとも思ってるんですけども、この見た目のかっこよさえぐいよね。かなり厚いソールに
にですね、ダットスニーカーのトレンドっていうのは終わったので、ダットスニーカーのテンション で見ちゃうと、ちょっと古臭い感じもしちゃうんだけども、とはいえまだまだ結構いろんなブランドさんから、こういったボリューミーなソールを使ったスニーカーが多く、まだまだリリースされていますよね。そうした中で、これ何が僕の中で反省点だったかっていうと、まあ、今後に生かそうと思っているので、皆さんにぜひお話ししたいんですが、このシューターの部分がですね、がっつりレザーで鋭く縫製されたものがここにあるんですよ。なんで、歩くたびにやっぱりさ、これが足だと思ったら、ここに常に当たるわけじゃないですか。当たる時にめちゃくちゃ痛いのよね、ここが。長い靴下を履いてもすごく当たるので、通常のね、スニーカーといったらですね、ここがスポンジになっているか、もしくはレザーだとしても、よりこう、ちょっと厚みのある素材を使われているんですが、まあそうした中で、これはもうなんとまあ、鋭利な形をしているので、もしね、通販とかでスニーカー買おうかなと思っている方は、ぜひここを気をつけていただきたいなというふうに、思いました。で、ニューバランスに続いて次に履いてるのがこちらのエアフォースワンのパイソン側のスニーカーですね。過去ですね、まあ僕、エアフォースワンが、まあどちらかというとちょっとコーディネートしづらいっていう部分を言ったのにもかかわらず、僕はエアフォースワンを褒めたがゆえに、どっちなんだっていうコメントをね、多くいただいたんですが、まあ僕の中では学習したってところがかなり大きいかなと思います。昔は割と、ポテッとしたスニーカーよりもやっぱりこう、スタンスミスとか、無印のスニーカーが目に入ったんですけど、こういったかなり形状も落ち着いたスニーカーの方が着回しはしやすいですし、合わせやすいし、あとはパンツも選ばないってところで、まあそういったところで僕はそういったスニーカーがいいんじゃないかっていう意味も含めてエアフォースワン合わせたいなっていう話をしたんだけど、ワイドなスラックスにはめちゃくちゃ合いやすいんだよね、エアフォースワン。まあ、夏は特にちょっと暑いから、僕自身もこう結構スラックスとかかなり履くんですが、そういった時に形状的には結構ボリューミーでカジュアルなんで、綺麗めのパンツスラックスとかと合わせる分には、非常に安くすごく好きなスニーカーでございます。あと基本的に僕無地のアイテムが好きなので、結構アウターとかパンツとかでも基本的に無地は選ぶんですが、まあ、そういった中でトレンドのねど真ん中のパイソン柄を足元に取り入れられるってところですごく好きなスニーカーでございます。そういった中でめちゃくちゃ褒められるし、めちゃくちゃこれどこのエアフォースワンですかって結構いろんなブランドさんと打ち合わせとか、あとは飲み会とか、まあ、そういう時によく聞かれるのがこのエアフォースワンの僕がペイントしたスニーカーでございます。これめちゃくちゃ聞かれるくらい、やっぱりなんかこう絶妙な色味なんだよね。非常にまあペイントして良かったなと思えるような、買って良かったなと、あの動画きっかけにね僕もペイントしましたみたいなの DM たくさんいただいて、なんか仲間増えた感じがねすごく嬉しかったんですが、まあ、非常にお気に入りの一足でございます。で次によく聞かれるっていうところで考えたらこれですね。こちらコンバースとJW アンダーソンのコラボのスニーカーでございます。いろんな形やいろんなカラーやいろんなデザインでかなり頻繁的にコラボスニーカー出しているんですが、その中でも特にですね人気で話題も上がっていたアイテムでございます。で初めて見せますよねこれ多分ね。ものすごくこちらね身長爆盛りするんですよ。でさらにかかとの部分にも赤い星があって、定番でリリースされている形があるんですが、それは確かコンバースのコラボでもなんでもないスニーカーなのかな、あんまり詳しくはないんですけど、そちらに関してはブラックなので、 JW アンダーソンに限ってはこちらが赤でリリースされています。でストック X っていう通販サイトで購入しました。でテンション上がったら、さっきのニューバランスのねスニーカーに比べたら一度ね紐を解いて履かなきゃいけないっていう、そういった労力が結構高いので比較的時間がある時に履くかなって感じでございます。めちゃくちゃ可愛いよね。あと好きなところで言うと、このかかとの色の設置の色ですね。まあチャックテーラーとか設置の色がねかかとの部分が変わっているんですが、こちら ABC マートとかで買えるようなこうコンバースなんですけど、こちらに関しては背中かかとの部分が黒のステッチ同系色でねあるんですが、こちらに関してはドルンちょっと可愛らしいですね。白のステッチで縫製されているので、そういったところで黒の部分の可愛さがえげつないところでも好きですね。次にご紹介するのはこちら。あまりインスタグラムやウェアで掲載が少ないのは少ないんですけども、非常に質問をいただいたのがこちらエンダースキーマのスニーカーなんですね。スリッポンタイプのサンダルとスニーカーの融合のようなスニーカーでございます。でまあこれね僕すごい好きだし可愛いし気になんだけども、ちょっとね歩きづらいっすね。なんかやっぱりかかとの部分がないだけにこう履きやすさだったりとか楽ちんな感じがあるんだけども、とはいえ重いんですよね。なので重いのでやっぱりこう支えながら歩かなきゃいけないんですが、そういった時にかかとをこう持ち上げてくれるところがですね、このもう 2,3 センチぐらいしかないので、どうしてもつま先部分でなんとか支えながら歩くっていうことになっちゃうので、ちょっと歩きづらくてね、あんまりこう登場頻度は
ないんですが、フェンダースキーマらしいこれレザーのストラップとかもついていて、めちゃくちゃ可愛いスニーカーでございます。でソール部分にはビブラムソールがついていて、非常にこうクッション性にも優れたスニーカーでございます。なんですが、まあ、ちょっと僕の足の形状なのかな、ちょっと歩きづらかったですね。あとは僕が持ってるスニーカーの中で一番軽い、もう本当に軽すぎてびっくりしちゃうようなスニーカー、これアクネのスニーカーでファーフェッチで買ったんですが、まあ、どちらかというとこのティラのねスニーカーにちょっと似てるんですけども、まあ、履いた時にこう中の形状が見えるスニーカーなんですけど、こちらに関しても結構履く靴下によってだいぶこう色のこのスニーカーの印象が変わるんですよね。例えば今手入れたら、まあ、大体こんな感じで横から肌色がガンガンに見えてるじゃないですか。でこのつま先部分なんてもっと見えると思うんですよ。なので基本的には僕白の靴下を履いた時に結構割と履くんですが、まあ、それ以外の時は割と色のコントラストが強く出ちゃうので、黒だとねどうしても全体的に白のね美しさ可愛さがあるのに、黒を刺しちゃうなんかちょっとこうシマウマ模様のような印象になってしまうので、白の靴下を履いた時なんかにはガシガシ履いていく、ようなスニーカーでございます。非常に買って満足しているスニーカーでございます。めっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛いでしょこれ。見た目の印象も、あとは歩いた感覚もですね、はい、まあ、割とこうスポーティー寄りな、印象で、他の僕が持っているスニーカーにはない雰囲気があってめちゃくちゃ好きですこれ。あとはこちらのリプロダクションオブファウンドっていう、まあ、スニーカー、これねいいんですよ。買った当初はこのねスニーカーの良さあまり気づけてなかったっていうか、まあ、見た目のねこう形状の良さ、格好さ、そして絶妙な、他にあまりこう履いてる人を見ないような色味だったりとか形状なんで買ったんですが、まあ、非常にまあこういったブラックのスニーカーほど色は落ち着いていないし、反対にこういった白のスニーカーほど色は明るくない、そしてグレーのスニーカーにはないなんか絶妙な深みのあるグレーが、落とし込まれてるの でしかも使ってるねこうシューレースも濃い割と印象の強いオリーブ色なので、非常にレトロな雰囲気で、まあ、こういった深みのあるブラウンとかのコーディネートでめちゃくちゃ相性がいいんだよね。これなんか今ちょっと並べると色のバランス良くない？まあ、今回の動画で、ね、伝えたかったことの一つなんだけども、この先秋にですねセットアップだったりとか、まあ、基本的にストリートのトレンドが多少落ち着いてきて、ちょっとこうテーラードのトレンドがあるので、まあ、そういったテーラードジャケットとかにも外しの部分で合わせられるのと、まあ、何もこのスニーカーだけじゃなくて、もちろん革靴と合わせるのもいいですし、どちらかというとカジュアルでストリートな雰囲気ではなくて、綺麗めなスタイリングっていうのがこの先多くなってくるからこそ、革靴を合わせるのか、それともスニーカーを合わせるのかで、例年以上にちょっとスニーカーの登場は増えるのかなというふうに思ってます。とはいえ皆さんが今後選ぶセットアップとかテーラードジャケットってかなりオーバーサイズだと思うんですね。なんでそのオーバーサイズっていう時点でもう、その綺麗めの雰囲気っていうのがカジュアルダウンされて中和されているとは思うので、完全にこうスニーカーこそが全てだとは言いたいわけではないんですが、まあ、こういった今後登場頻度高くなってくるんじゃないかなと思います。でこのね無印のスニーカー本当に履きやすいし歩きやすいので、これもガンガン履いてますね。わりかしちょっとだけ、まあまだ買って間もないのであんまり汚れてないんですが、もっとボロボロになるまで履きたいスニーカーでございます。2990円で買える嘘みたいなスニーカーですねこれは。であとこのギャルソンのスニーカーもよくウェアとかインスタグラムで登場頻度高いんですが、どこで買ったんですかっていうお声かなりいただきます。僕はファーフェッチで購入しました。で今エッセンスとかにも割とこう在庫すぐに追加されて売られていくことが多いので、まあ、そういったその2つのね通販サイトを見てると結構頻繁的に在庫が追加されるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。であまりにも好きすぎて僕ハイカットとローカットこの2つの形状で買っちゃいました。本当に、まあ、それぐらい履いてて好きですね。でどちらかというと結構韓国ファッションブームもあって、その流れで結構割と人気ではあったので、このスニーカー自体の人気では割と気持ち落ち着いてきたんですが、変わらず僕の中ではずっと履いていきたいスニーカーでございます。めっちゃ好き。最後にちょっと締めくくりとして紹介しようかなと思ったんだけど、軽いねやっぱり笑っちゃうほど軽いわ。これぐらいですね、まあ、透け感のある結構ミニマルなデザインのこのスニーカーと同じぐらい軽さをね保っている保管オネオネのボンダイ6ですね。もう保管オネオネのスニーカーは皆さんも知ってるとは思うし、僕も何度も言ってきてるんですが、履いたことない方は人生損してるし、もう長旅が予測できたら確実に保管オネオネを履いたら疲れがねもう2分の1に減るぐらいですね、まあ、重宝してるスニーカーでございます。まあ、見た目の格好さって部分だと、まあ、多少ですね今ちょっとパッと目に入ったけど、こういったアリクスとかの、まあ、同じ黒スニーカーでも割と見た目の造形美とか考えたら、
他のスニーカーの方がかっこいいよっていう方もね中にはいるとは思うんだけども、まあとはいえその見た目のデザインとはまた別で完全に歩きやすい、過ごしやすい、履きやすい、そして感謝っていう部分、このスニーカーのおかげで一日楽しく過ごせたみたいなところで、まあ非常に数多くの方にですね手に取っていただきたいようなスニーカーでございます。はい、ということで本日はですねかなり自由にもう本当にこう好きなものを好きというだけのスニーカー紹介だったんですが、まあ結構質問も多かったスニーカーなどもありましたので、それをですね今日の動画で一気に紹介できたのはすごく楽しかったので、よかったらですね下の概要欄にインスタグラムの現時のですねリンクが貼ってありますので、ぜひ、まあ、そちらの下の概要欄のリンクから僕のインスタグラムぜひチェックしてみてください。 YouTube だけでなくインスタグラムめちゃくちゃ熱いんですよ、みんなと話せめっちゃ楽しいので、よかったら遊びに来てください。では、今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現時の動画でした。ありがとうございました。